ドーム 84C は1984年全日本耐久選手権及び富士ロングディスタンスシリーズ参戦用にドームが開発したグループシーカー。前作ドーム RC-83 のサイドラジエーターからフロントラジエーターに変更されるなどフルモデルチェンジと言って良いほど外観は変わった。ポルシェ956のアリが多かった当時のグループシーカーの中では 極めて独自性の強い、かつ流麗なスタイルのマシンである。設計は多くにマッサヒロ、84C からトヨタエンジンを搭載するようになった。ドーム、トムスのほか、イクザワトール率いるチームイクザワの1台を含めた3台が参戦した。トムス 84C は同系の姉妹車。モータースポーツジャパン2008に展示された。 ワコールトヨタドーム 85C1984 年6月の富士 500km にトムス 84C が先行してデビューした。以降なかなか完走できなかったが、ワコールのスポンサーを受けたドーム社が同年の WEC ジャパンでは国産車で最上位の7位で完走した。1985年の開幕戦鈴鹿 500km では、 国産 C1 カーとして初優勝を飾る。翌、第2戦、富士 1000km からは、マイナーチェンジ版の 85C を投入。国内耐久レースには、最大時6台もの 85C が参戦し、2位、入賞3回など安定した成績を残した。またこの年のルマン24時間レースにも、トムスと共に 85C で参戦。事実上、トヨタのルマン初チャレンジである。 ドームはリタイアとなったが、トムス 85C が12位で完走した。トヨタの4気筒エンジンを積む 88C までの一連のシーカーは、基本的にこの 84C からの発展艇である。ありがとうございます。